はい、どうもこんにちは。ラルドチャンネルのラルドです。ご視聴いただきありがとうございます。さあ、今回もですね、フライタイング楽しんでいきましょう。そして前回に引き続き、タイヒメマス用フライを準備していきたいと思います。何週かにわたってですね、いくつかのパターンを巻いていきたいなと思っておるんですけども、ヒメマスというのはですね、赤色に反応するというところで、赤を基調にしたアピール力の高いですね、フライパターンを巻いていきたいと思います。というわけで、今回はタイヒメマス用フライの第2弾、ビーズヘッドレッド&パートリッジを巻いていきたいと思います。それではビーズヘッドレッド&パートリッジのマテリアルを紹介します。フックは TMC3769、 サイズは10番。ビーズには TMC ゴールドビーズ、サイズは M サイズ。スレッドはユニスレッド60、カラーはレッド。リビング材にはコパーワイヤーナンバー30、ボディにはユニフロスのカラーはレッド。ハックルはパートリッジ、グレーネックを使用しています。それではまずシャンク全体にスレッドで下巻きをしていきます。下巻きができたら余ったスレッドをカット。次にリビング材のコパーワイヤーを固定していきます。スレッドを後方に移動させたら、フロスを固定していきます。フロスを固定したら、スレッドはそのままビーズ側に移動させておきます。そしてフロスを巻きつけていきます。フロスがビーズの手前まで巻けましたら、スレッドで固定をしていきます。余ったフロスをカット。次にコパーワイヤーでリビングをしていきます。リビングの回転方向は先ほどフロスを巻きつけた方向とは逆に巻きつけていきます。リビングができたらスレッドでコパーワイヤーを固定していきます。余ったコパーワイヤーをカット。
次にハックルのパートリッジを巻きつけていきます。パートリッジはあらかじめ毛羽立たせておきましょう。そしてハックルを留めていきます。スレッドで固定する位置は毛羽立たせていない境目の場所に固定していくといいでしょう。固定ができたらパートリッジの毛の先端側をカットしていきます。パートリッジは後方側に撫でつけるようにしておきます。ハックルプライヤーを使ってハックリングしていきます。一周から一周半ぐらいパラリと巻く程度で大丈夫です。スレッドで固定していきます。余ったパートリッジをカット。ウィップフィニッシャーでウィップフィニッシュをしていきます。余ったスレッドをカット。ヘッドセメントをつけたら完成です。はい、いかがでしたでしょうか。タイヒメマス用フライの第2弾というところでビーズヘッドレッド&パートリッジを巻いてみました。使い方は沈めて引っ張る、これだけです。ソフトハックル系のパートリッジを使用したこのパターンはですね、もともとよく釣れるんですけども、ビーズヘッドにしたことによってアピール力はもちろん沈下スピードも稼げるというところで使い勝手も良くなっているのではないでしょうか。というわけで今回の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ラルドチャンネル、これからも応援しているようだとか、フライタイミングがしたくなってきた、今度の調校が楽しみになってきたと思っていただけましたら、高評価のグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。他にもブログやツイッターをやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた会いましょう。バイバイ。